ロイヤルオーク。ロイヤルオークは、イギリス海軍のリベンジ級戦艦。デボンポート交渉で1914年1月15日、帰港。1914年11月17日浸水。1916年5月1日収益。ロイヤルオークとは、新京と革命当時、国王がその枝に隠れて、難を逃れた木、ロイヤルオークに由来する名前で。 イギリス軍艦では8隻に命名されており、本艦がその8隻目にあたる。戦艦としては1894年に竣工したロイヤルサブリン級戦艦に次いで2隻目となる。本艦は収益直後の1916年5月31日から6月1日にかけてドイツ艦隊との間で戦われたユトランド沖海戦に参加し、ドイツ巡洋戦艦でアフリンガーと砲火を交えた。 1939年10月14日にドイツ海軍の潜水艦 U47 によるスカパフロー奇襲作戦で撃沈された。ロイヤルオークが収益した時点で第一次世界大戦は海戦からほぼ2年経過していた。ロイヤルオークはグランドフリートの第四戦艦戦隊第三部隊に配属され、ユトランド沖海戦に参加した。 海戦で、ロイヤルオークは15インチ砲弾38発と6インチ、砲弾84発を発射し、ドイツの巡洋戦艦レアフリンガーに3発、巡洋艦ビースバーデンに1発を命中させたトレール。一度強さされたが、ロイヤルオークは損傷はしなかった。海戦後、ロイヤルオークは第一戦艦戦隊に転属となった。1918年11月5日、 ホースワンで突風により水上規模艦カンパニアが移動しロイヤルオークと衝突。続いて巡洋艦グローリアスと衝突した。ロイヤルオークやグローリアスの被害は軽微であったがカンパニアは沈没した。大戦後、まず大西洋艦隊に、ついで百二十六年から地中海艦隊に所属したが九百二十八年にロイヤルオーク号の反乱として、 悪名高い事件が発生した。士官室でのダンスのバックバンドをめぐって、バーナード・コラード、ベルナール・コラード少将は、ケネス・ドアー、ケネス・ディュア・艦長とヘンリー・ダニエル副長の二人と意見が合わず、これが何ヶ月にもわたる確執に発展した。艦長らは、少将が二人についてしつこく、荒探しをし、乗員の前で二人をしばしば恥ずかしめていると非難した。少将も、 二人が命令に従わず、少将を士官候補生並みに扱ったと反撃した。艦長らが少将の上官であるジョン・ケリー・中将に告発の手紙を送ると、中将は手紙を即座に艦隊司令官であるロジャー・キース、ラジャー・キース大将に回した。二人の士官と少将との中が回復不能になっているのを知ると、大将は三人とも解任して帰国させた。 このため大規模な演習が延期されることになった。世界中のマスコミはこれを嗅ぎつけて、誇張を含めて、反乱と呼んだ。事件は一般の注目を集めたため、王まで心配して第一海軍卿であるブリッジマン提督を説明のため召し出したほどだった。告発の手紙のために、艦長らは反抗的文書を書いたとして、罪を問われた。 世間の注目を集めた軍法会議において二人は有罪とされ重い懲戒を受けたためダニエルはすぐさま退役した。少々もマスコミと議会から批判されてブリッジマンからはより高い地位にはふさわしくないとされたため退役せざるを得なかった。事件の結果海軍当局は鹿がその上官を告発する際の手順を再検討することになった。 第二次世界大戦開戦後まもなく、エイリヒレーダー減水指揮下のドイツ海軍軍令部は、スカパフロー軍港の英本国艦隊を潜水艦による奇襲攻撃で撃滅する作戦プランの実行を決意した。この作戦の目的は、英本国艦隊に通撃を与え、北海の封鎖を弱体化させ、勢力の弱いドイツ艦隊の大西洋での 通称破壊活動を容易にすることであった。潜水艦部隊司令官、カール・デー・ニッツ大将は、この任務のために、ベルナー対に小型潜水艦での航路、偵察情報を収集させた。また、かつて奥に諸島の東西で入手した、スカパフローとスコットンドの交通情報を加味して、作戦を立案させた。第一次大戦でも、同様の作戦が二度失敗していた。 また襲撃後は、湾からの脱出が難しくなることが予想され生還の見込みが少なかった。そこで、デイニッツ大将は自ら適任と考えた U47 の艦長であるギュンタプリーン大員に辞退しても何ら問題ないとの条件をつけて、突入の意思を尋ねた。プリーンは資料を検討し翌日志願した。攻撃の期日としては、大塩と新月が重なる10月13から14日の 深夜が選ばれた。作戦は、音密裏に運ばれ千人、潜水艦の副長にすら十三日の早朝まで行く。先は、知されなかった。しかし、作戦の全容を知った後の全艦の、指揮は、旺盛となりプリーンは、自信を深めた。デーニッツは、プリーンに、スカパフローへの侵入にあたり、本島とバー島の間にある、小さなシマラムホルム島の北のカーク水道から、 侵入するようにと指示していた。プリーンは浮上高校で進んだが、最初浅くかつ、沈線のあるスケリー水道に間違って侵入しかけて、北東方向に反転した。沈線の間を何とか通り抜け、自動車のヘッドライトに照らされるなど苦労しつ,つプリーンは深夜12時27分に校内に侵入した。病地にはほとんど停泊感がいないように見えた。 10月11日のレーベシ賞イラの空中偵察では、空母1、大型艦を、巡洋艦10が在泊しているはずだったが、13日に出航してしまっていたのである。この時点で、軍令部とデイニッツの作戦、英本国艦隊撃滅は、失敗に終わった。プリーンは敵を求めて、艦を反転させた。環境の見張りが、北方およそ4000メートルに戦艦らしい艦を、 見つけ、ロイヤルオーク級戦艦であると判断した。その背後には半分以上隠れて、別の艦影が少し覗いていた。プリーンはこの影をレパルスと誤認したが、実際は、水上規模艦であった。U47 は12時58分に、直進艦付きの電池式魚雷4本を発射した。しかし、1本は発射艦から出ず、1本がロイヤルオークの艦首に水柱をあげたのみであった。 ロイヤルオーク上院は全部にある危険物庫で爆発が起きたと勘違いして、玉火薬庫の点検を行った。実際は、魚雷が怒りの鎖にかすっただけであった。船体に異常が見つからず、大多数の乗員は再び新所に戻った。プリーンは反転しつつ、艦尾の一本だけある発射艦から攻撃したが、この魚雷も不発であった。プリーンは動揺しつつも、 湾内を15分間航行して、全部の発射艦を再装填しながら、再び射撃ポジションについた。ようやく装填できた艦首の2本の魚雷だけを発射し、1時16分に艦隊中央部艦艇下で爆発した。爆発した魚雷は、船の時期に反応するタイプのもので、艦艇の下で爆発する仕組みであった。そのため、 魚雷の爆発と浅い海底から反射した衝撃波により、創薬の2倍近い威力を発揮した。装甲のない艦艇を打ち破られたロイヤルオークの艦内では次々と爆発が起きた。火薬庫の誘爆で砲塔の一つは、基部から吹き飛び遠方に落ちた。海水が艦内に、本いる士艦はすぐに右幻25度に傾き、さらに幻想から浸水したため傾斜は、急速に増した。 やがて45度にまで傾くとしばらくそのままでいたが、やがて水面から姿を消した。時に1時29分であった。第二次世界大戦では、イギリスの戦艦、巡洋戦艦は5隻沈んだが、本艦がその最初となった。最終的な艦の犠牲者数は833名に上った。この作戦の成功でデイニッツは少々に昇進し、 プリーンは、騎士十字章を授与された。ナチスドイツのヨーゼフ・ゲッペルス宣伝大臣は、この成功を、第一次大戦でのドイツ艦自鎮の場所での報復の、こうとして、ドイツ国民の戦意公用のために、大いに利用した。ドイツ国民はこのニュースを喜び、プリーンらは、国民的英雄となった。寄候中に U47 の上院が艦長への、プレゼントとして、 潜水艦の司令塔に描いたことからスカパフローの大牛トプリーンは呼ばれた。しかし、世論の評価とは別に軍令部やデーニッツらは英艦隊に一撃で通撃を与えるという本来の戦略目的の達成はできなかったと結果を分析していた。ロイヤルオークは第二次世界大戦において 潜水艦に撃沈された三隻の戦艦の一つとなった残りは同じくイギリスのバーラム、日本の混合であり、いずれもイギリス製でしかも収益から三十年も経った老朽艦であった。伝統に従って戦艦ロイヤル多くは今でも戦没者の墓標として軍港に沈んでいる。イギリス海軍は毎年沈没した日に異例の意味を込めて 沈没艦の完備の軍艦機の交換を行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。